アンフルートの尾崎元明です。今回はですね、インディアンフルートを吹く時の口の形、いわゆるアンブシュアについて説明したいと思います。でアンブシュアって何かっていうとですね、あの管楽器を吹く時の口の形のことなんですね。吹奏楽部だった方はあのなんか聞いたことあるんじゃないかと思うんですけども、トランペットとかトロンボーンとかクラリネットとかサックスとかも全部そのね、吹く時にはアンブシュアというのを気をつけなきゃいけないわけですね。でインディアンフルートの場合はじゃあどうなのかっていうことで、説明するんですけども、まあ、結論から言うと、より長くこの管の中にインディアンフルートの中に息を入れ続けることができるかどうかっていうことなんですね。まあ長く入れれば入れるほど、入れ続けられるほど、なんでですかね、表現力が増すということなんですよね。一つのフレーズを吹くにしても息継ぎばっかりしていてはなかなかこうブチブチに切れてね、いいあのフレーズが出てこないとかできないっていうことになってしまうんですね。はい、ただですね、インディアンフルートの息を入れるところ、まあ、口をつけるところですね、それマウスピースというんですけれども、マウスピースの形がですね、メーカーによって若干違うんですね。ですので今回はそのメーカー別にですね、おすすめのアンブシュアの作り方っていうことを説明したいと思います。はい、でまずはですね、ハイスピリッツというあのメーカーからね説明したいと思います。多分インディアンフルートやってる方、日本でインディアンフルートやってる方、ハイスピリッツが一番こう多くね、持ってる方多いんじゃないかなと思うんですね。で、インディアンフルートの、まあハイスピリッツのインディアンフルートの形なんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですが、いいですか？下からずっとこうね指でなぞっていくと太さ変わらないんですね。はい、太さ変わらないです。後ろもそうですね。太さ変わらないですね。はい、そして今度横から見ます、ね、横から見ます。横から見ると、ね、上に向かってちょっとこうすぼまってる感じですよね。こう 山形っていう感じでもないんですけどもね。はい、そして、ここがブレスホールと言いますね。あの息が入るところですね。はい、若干だからちょっと大きいんですね。で大きいのであのこれで加えてしまうではなくって、どっちかというとこう唇をこうつけるような感じですよね。はい、でそのためにはどうしたらいいかというとですね、マウスピースの下の部分を、自分の下唇にこうつけますね。こんな感じですね。まだ、フルートにはついてない、唇ついてないんですけど、下唇だけですね。はい、でこれを下唇をつけたまま、楽器を上に持ってきます。こんな感じですね。はい、もう一回やってみますよ。でその時に、口の隙間っていうんですかね、唇の隙間っていうんですかね、それがどういう状態になるというか、もう一回やってみますよ。ね、ちょっとなんか嫌なものを見ちゃったかもしれませんけど、すいません。あの、ね、これなるべくちょっと薄くね、開けてるような感じですよね。じゃあ、実際それで音を出してみますよ。いいですか？いい音ですね。こんな感じです。はい。じゃあその次ですね。今度は、ウッドサウンズというメーカーの、フルートを見てみましょう。はい。こちらですね。これ今裏から見たところですね。はい、裏から見たところですね。はい。で、表から、上って言うんですかね。表から見たところ。はい。やっぱり上に向かってちょっとこうすぼまっている感じですよね。はい。ハイスピリッツはちょっとこう、そのままっていう感じだったんですけど、そしてこう横を見てみると、横から見てみるとね、裏側はまっすぐなんですけど、上の方がこうね、表の方がちょっと若干こう斜めになってる。まあ要するに全体的にこうすぼまっているという感じですよね。はい、でブレスホールこんな感じです。ブレスホールね、ちょっとハイスピリッツと比べてみましょうかね。こん見えますかね、こうね、こんな感じ。若干ハイスピリッツの、ハイスピリッツの方が大きい感じですかね。はい。そして、じゃあ、ウッドサウンズの方はですね、やっぱり、基本は同じですね。マウスピースの下の方を下唇に当てて、いいですか？当てます。当てます。そして、
あの楽器を上に上げる、はいね、当てた時、まあ、あのここが狭いのでウッドサウンドの方は狭いので、まあ、若干ちょっとあの口をつけやすいという部分はありますけれどもね、はい、やってみますよ。こういう感じですね。で、楽器を離してみるとこんな感じです、ね、はい、で音を出してみます。ね、まあこれもいい音ですね、はい。でもう一つ、ウッドサウンズのですねちょっと変わったモデルがあって、これは、まあ、一番最初にも吹いてたんですけども、タウスオールドサイルというね、楽器があるんですけれども、これはこんな感じです。マウスピースがですねもうあの全然何にもなってないというか、うん、まあちょっとあの丸まってはいるんですけどね、まあだから口当たりっても変ですけど口当たりはいいのかなという感じですね。あのブレスホールもかなり大きいですね、はい。ですのでこの大きい時はどうしたらいいかというと、ちょうどその唇のその隙間ですよね、できた隙間がちょうどここの中間に来るように、真ん中に来るように当てます、ね、ですからあんまりこういう風に下から当ててっていう感じではないかなと ね。これもまあ自分でこう感覚でね掴んでいくしかないんですけども、はい。でこれでちょっと音を出してみますね。はい、これもいい音ですね、はい。そしてあともう一つですね、これはですねアメリカのあのジョン・ノリスという人が作っている、まあジョン・ノリスというねメーカーなんですけど、ちょっと見えますかね、これジョン・ノリスとねいう感じです、はい。うん、でこの人のは、こういう感じですね。あのちょっとこうニップル型っていうんですかね、あの先端に向かってあのすぼまっている感じですね。で、ブレスホールこんな感じですね。ですか、こう横にすると、ね、全部こうあの360度同じような感じですね、はい。でこれはあのさっきの下からこう下唇に当ててっていうよりはあの加えるような感じですよね。ちょっと加えるような感じ、ね、こんな感じです、はい。これも音を出してみたいと思います。うん、これもいい音ですね、はい。まあこれは割とこうなんていうんですかね、加えやすいので、まあ、初心者にはねあのいいのかなという感じがしますけれども、はい、いかがでしたでしょうかね。あの今回はですね、口の形アンブシュアということでメーカー別にですねそのアンブシュアの、おすすめの形をですねあの説明させていただきました、ね。いかがでしたでしょうかね。まあこの動画が面白かったとか、役に立ったなという方はですねぜひあのいいねボタンをね押していただけたらありがたいなと思います。あとあのチャンネル登録もしていただけると嬉しいと思います。またですねあの感想もですねあのコメント欄にねあの書いていただけると励みになりますので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。